ちょっと変わった家族のルールみたいなものありますか？何かやりたいことがあるときは、うん。プレゼンテーションする。なんではこのい。番組に出ようと思ったんですか？倉田さんが面白い人だったから。ええー、その時にもう知ってもらってたんですか？ありがとうございます。行ってみたい場所、アフリカなんですね。アフリカですね。おというよりも、仕事が見つからなかったら、1う。うん。年か2年間ぐらい、住み込みで働いてアフリカに行こうと思ってたんですよ。アフリカで住み込もうと思ってたんですか？あ、違います。日本でお金を貯めて、アフリカに行こうかなと思ってたので、そはれい。はやっぱあれですか、エジプトとかのその歴史的な建造物を見たいっていうところですか？いやー、なんかアフリカとかって、まだなんだろうな。例えば自分と同世代でも全然違う生活をしてる人が多いそうですのですね。よね。例えばヨーロッパとか、例えば韓国とかと比べて、なんかそういう人と会った話をしてみたいなって思ってなまるす。ほはど。い。わかりました。ちなみに村上さんもエジプト行きたいって言ってたんで、その時は。ああ、そうなんですね。はい。わ かりました。一緒に行ありこうがとうかございな。ます。フレンズハイク、from 世界の広げ方。前回の村上瞳さんからの紹介という形になっております。ということで、本日のゲストの古川瑞希さんの登場になります。よろしくお願いします。パチ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 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしはます。い、古川柚月と申します。よろしくお願いします。そうですね、今は先ほども少し申し上げた通り、シュカロという東京にある画廊で仕事をしてます。で、主に私の担当は現代作家さんと、あとは海外の企画を担当してます。はい、10月に個展があります。次 CM 入りました。すいまもうせん。ね、はい。行きたい、本当に。この現代作家さんっていうのは、ごめんなさい、はこい。の人はね、村上さんは陶芸家やったじゃないですか。はい。こうなんか、絵を描いたりとか、なんかこう彫刻で彫ったりとか、なんかどの辺までをこう現代作家っていうんですか。そうですね、いろんな考え方があって、現代作家、現代美術家とかいろんな言い方があるんですけれども、ざっくり言うと、今、美術作品を作っていて、生きてらっしゃる方、命がある方を現代作家というふうに呼んでますね。で、もちろん作家さんの中でもいろんなジャンルがあるので、その中でペインター、絵を描く人だったり、彫刻をやる人だったりっていうふうに分かれたりしますね。なるほど。はい。で、10月に個展やられたりっていうのもあるんですけど、だから物を売る仕事ってずっと思ってたんです。画廊っていうのをこうはい、イメージですけどね。だけど、そういう個展を開くっていうのもこの画廊の仕事の中に含まれるんですね。そうですね、はい、もちろん個展の場でも作品販売をしますので、企画をするっていうのも物を売る上では仕事の一つになりますね。ね、僕だってもうこういうね、今出てるこの作品とかあるじゃないですか。もう正直何でも鑑定団でしか見ないですもんね。そうですよね。今出てるのは、文庫作家っていうふうに私たち呼んでるんですけれども、今生きてない作家さんの作品がほあ、とんどそうですなんかだ。ね。はい。なので、うちの会社は作品の販売は、現代作家さん、生きてらっしゃる作家さんと、文庫作家っていうふうに呼ばれるような、今は亡くなっている作家さんですね。両方販売をしています。まず私が、学生時代からなんですけれども、専門にしてるって言い方はあれですけども、軸にしてるのがマネジメントっていう、何か企画に対して、じゃあそれをどういうふうに進めていくのかっていうのを考え、実行していくっていう立場なんですけど、自分がまずその立場に感じてる魅力っていうのは、見たことのない景色をやっぱり見れるんですよね。一人でやるのではなくて、誰かと一緒に何かをやると、自分では想像もつかないようなアイデアだったり、方向性だったりっていうのを誰か出してくれたり、で、それはお互いにそうですよね。全然違う脳みそを持った人たちが集まれたり。はい。で、そういう意味で、常に自分の想像を超えたところに行きたい、想像を超えたものを見てみたいっていうのが、モチベーションでやってます。チャンネル登録よろしくお願いします。マネジメントに合った考え方としては、例えば世界を変えたい、そういうことじゃないなと思うんですよ。世界が変わっていく中で、自分が思ってるいい方向に行くように、環境を整えるとか、手助けをするとか、何かを変えるじゃなくて変わっていく、そのお手伝いをするみたいな。
そういう感覚でやってます。なるほど。なので、そうですね、コントロールするっていうよりは、まあ、人のいいところを見つけて、どうやったらこの人が輝ける場所があるかなとか。今これね、はい、見てくれてる人が中高生もいると思うし、あのね、はい、お母さん方も見てくれてる人もいると思うんですよ。あ、で、そうですね、これね、子どもの教育も全部マネジメントやと思うんですよ。で、だからすごい今言われたように子供をこういう風に導きたいっていう、なんかね、親のこだわりみたいなってあるんですよ、絶対。ああ、そうですね、うん、だからそういう風に行こうと思ったらうまくいかないもんじゃないですか。そうなんですよ、ね、行かない、そうなんで、行かないし、行かないから本当は面白いんだっていうのね、常に忘れないようにしたいですよね、言えない、ちょっとこう言うのが苦手だなとか、人に対して意見をちょっとこう縮こまっちゃうっていう人に向けては、あの、自分が言いやすい人に伝えるっていうところから始めたらいいかなと思う、人に言えなかったらあの紙に書くとかでもいいと思うんですけど、メモをまあ作って、あの、考えるって、なるほど、今はその、なんだろうな、今はそのあんまり自分自身に影響がなかったとしても、まあ、例えば政治のこととかもそうですけど、あの、年齢が上がってくるに従って絶対に自分自身にダイレクトに、あの、返ってくるような時期があると思うんですよね、人間誰しも。それこそ家族を持つとか、そういうような時に、あの、自分の思ってることを伝えられる訓練っていうのはどれだけやっても、あの、いいことだと思います。そうですよね。マネジメントとかやっててうまくいくわけじゃないと思うんですけど、そういう仕事を続けられてるこうモチベーションとか、を維持されてるのかなっていうのもちょっと気になるところでは。なんかその私自身、あの、自分に一番興味がある人間なんですよね。同じ匂いがするな。そうなんです。なので、あ、でも、まあ、常にそう小さい頃から考えてきたっていうよりは、大学でいろんな経験をしてそういう風に変わったんですけど、まあ、なんか自分で自分を幸せに、あの、していきたいなってすごく私自身は思っていて、だから常にその、あの、見たことのない景色を見たいし、行ったことのない場所に行きたいっていうような、それがモチベーションなので、あの、今秋華堂という会社でお仕事させていただいて、すごくすごく、あの、楽しくて幸せなんですけれども、そこがゴールではないというか、あの、その先に自分はじゃあ何ができるんだろう、自分がもっとステップアップし、あの、それ収入とか立場とかそういうことではなく、こう人間的になんかどういうふうに成長していけるんだろうっていうのが楽しみなので、やるっていうところがありますね。毎週土曜日5時から放送しています。なんだろうな、絞って就活しなくて軸をいくつか決めて、自分の英語が活かせる、もしくは英語のスキルアップができるところっていうのと、まあ、海外とつながりがあったら仕事で海外に行けるっていうと、あとは、まあ、この人のもとで働きたいっていう人に出会えるっていう、この3つの条件で探してたので。すげーな。そうなんですよ。みんなメモったか今の。そういう軸持って就活するってすごくないですか？それ誰かに言われたわけじゃないでしょ？あ、じゃないですね。はい。それはそうですね。それはもしかしたらあれですね、古川家のプレゼンが生きてたかもしれないですね。あ、そうかもしれないですね。はい。なんかその、そうですね、今日その、まあ、中高生の皆さんに何が、あの、伝えられるかなと思って考えしたことの一つに、まあ、ちょっと社会の仕組みを、社会の仕組みだったり、あの、決められてることっていうのを少し疑ってみてほしいなっていうふうに思って、なんか例えばその就活の方法も、あの、全くセオリーから外れてると思うんですよね。100社受けてみたいな、あの、100社以上かな、皆さん多分1000社ぐらいエントリーして300社ぐらい、あの、申し込みをして100社ぐらい面接受けてとかって、やったことないと分かんないですけど、あの、それって、まあ、例えば小学校があって中学校があって高校大学があって就職するみたいな、そういう仕組みも含めて、あの、私たちより前の世代の方が作ってきてくださった仕組みなんですね。で、それはすごく愛情があって、もちろん皆さん作ってきてくださって、あの、感謝もすごく私はしているんですけれども、同時にやっぱりその、まあ、例えばああいう学校の制度ができたのってすごく昔だったりすると思うんですよね、で、それがやっぱりいろんなその時代の中での変化、社会の中での変動、まあ、世界的なことも含めて、そういう変化の中で自分たちがじゃあそこに合ってるかって言ったら、やっぱちょっと違うかもしれないなと思うんですよね。で、私はなんかその、なんだろうな、
社会のそのシステムっていうのは初期設定みたいな感じで捉えてて、でそれは初期設定で最低限まあこれをしとけば、例えばまあ中学高校でこれを勉強しとけばもう困らないよみたいなベーシックな初期設定ですね。でもその先にカスタマイズをする必要があるなって自分で、で例えば就活もね、大学卒業したらどこかに就職しなきゃいけないなんて誰が決めたんだろうって私は思ったわけです、本当に僕も思ってます。でやっぱりね、同世代いろんな性格の子たち、いろんなバックボーンの子がいて、みんながみんなやりたいことが大学4年までに見つかるかって言ったら見つからないじゃないですか。そうですね、で一生見つからない人もいるし、死ぬ間際にもしかしたら見つかる人もいるかもしれないし、まあ、そういうような、環境だと思うんですよね。いや、はい、素晴らしい。僕だからねこの番組をしたいんですこの番組で本当に古川さんの話を聞いて、古川さんの職業の話を聞いて、私もガロスタッフやってみたいって一個の選択が増えることが僕やっぱ 大切やなと思ったりもしているので、そうですね、はい、だからまあその進路のことだったりとか、まあ、大学に行くかどうか、まあ、就職をどうするか、結婚するかどうか、子供を持つかどうかとか、まあ、あとなんだろう、お化粧するかどうかとかもそうですよね。なんかそれってこうするべきっていう言葉がすごく、そうなんか言葉だったり仕組みが溢れてると思うんですけど、この社会でも、それはまあ違うっていうところですよね。答えがね、はい、答えがやっぱない世の中だから本当に、だからやっぱりそれは自分がどういう環境だったら安らげるのかとか、どういう人と一緒にいたいのか、どういうものにまあ居心地をよく感じるのかっていう、なんかそういうのを私の場合はだから多分就職するまでに見つけられたんですよね。なるほど、伝えときたいぞっていうようなことがあれば。そうですね、まあ、自分で自分を幸せにして生きていくっていうことを私自身、まあ、先ほど申し上げた通り軸にして物事に今取り組んでるんですけれども、まあ、それは少し考えてみてもらえたらいいかなっていうふうに思います。なんかそのさっきの丸抜きの話もそうなんですけど、なんかこの世に正解って基本的にないんですよ。なんか自分が決めたことにちゃんと責任を取って生きていくっていうのがまあそう、正しい姿っていうのもあれですけれども、多分幸せな人生につながっていくかなっていうふうに思うので、まあ、さっきの社会の仕組みを疑うみたいな話もそうなんですけれども、自分に、まあ、後悔はしたとしてもその時の決断に納得ができるように、物事を考えたらいいのかなっていう、ちょっと抽象的な話ですけど。フレンズハイク from 世界の広げ方。